オトパイこと水原オトです、ミスフラッシュ2019ファイナリスト第6回朝芸シークレットグランプリを取っています。この勢いでサンスポ55クイーンのグランプリも取りたいと思います。配信ではいつも楽しく明るく配信しています。本戦でももっと私の魅力が伝わるように頑張りたいと思います。こんばんは、 A カップグラビアアイドルの西野彩乃です。今回皆様の応援のおかげで出演できて本当に嬉しいです。ありがとうございます。このオーディションをきっかけにたくさんの人に知ってもらいたいです。皆さん A カップだけど一緒にグランプリ目指して頑張りましょう。バイバイ。7種類の言語に対応する全人類のラブドール鏡山桃花です。この度はいっぱいいっぱいの応援のしばら配信にて頼まれました。本当にありがとうございます。これからも皆様と冒険を続けたい、伝説を刻み続けたいので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。クイーンエントリーナンバー49番の小森蛍です。私はグラビア初挑戦になりますが、グランプリを取る気持ちは絶対に誰にも負けませんので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。クイーンオーディションエントリーナンバー78番の中崎ゆりなです。普段は舞台に出たりだとか歌を歌ったりもしています。オーディション、グラビアのオーディションに出るのは久しぶりなんですが、皆さんと一緒にグランプリ目指して頑張りたいと思ってます。ぜひ応援よろしくお願いします。